どうも、つむつむしみとです。今日はね、9月の新ツモをちょっと早いですけど予想していこうかなと思います。現在ね、まあ19日っていうことで、まだ全然、新ツム情報もまだ先だと思うんですけど、今回はね、ちょっと早めに予想していきます。まあ、キングダムハーツがね、もうこの画面からめっちゃ伝わってくると思うんですけど、もしもね、来月が、まあ、コラボ付きだった場合は、アイコンが変わる可能性が非常に高いので、アイコンはね、割と早めに変わることが多いんですよ。最近はちょっと遅いけどね。うん、割と早めに、変わったりとか、あとは、運営さんの、つむつむの公式ツイッターからね、早めにお知らせがあったりとかするので、まあ、それが出る前にね、予想しちゃおうってことで、ちょっと早めに動画撮ります。で、もうね、こっからね、もうすごくキングダムハーツなんですけど、もうとにかくね、キングダムハーツが来るのかっていうところがね、すごい期待値が上がってます。で、なんでこんなにキングダムハーツって言われてるのかっていうと、じゃじゃーん。いつものね、どんなツムが過去に来てるのかっていうのをね、見てみると、はい、これ2022年だね。じゃあ2023年か。ツイステ、2021年ツイステ、2022年は、キングダムハーツ。で、ヴィランズとキングダムハーツ、キングダムハーツとベイマックス、リル&スティッチとキングダムハーツ。で、クラシックシリーズということで、なんかね、めちゃくちゃあれなんですよ。コラボ付き多いんですよ。9月って。で、まあ、ツイステが今まで2回かな。ツイステ2回と、キングダムハーツ4回っていう、めちゃくちゃキングダムハーツ率がすごいんだよね、9月って。そう、なので、まあ、9月にキングダムハーツが来るんじゃないかっていう風に言われてます。で、一応ですね、去年はツイステだったんですけど、キングダムハーツが2022年に来て以降、1回も登場してません。キングダムハーツのキャラクターが。なので、まあ、そろそろ、キングダムハーツ来るだろうって言われてるんですけど、その中でもね、やっぱ9月が濃厚なので、9月来月、キングダムハーツ率かなり高いかなと思います。これはね、本当にね、過去の傾向的にもね、かなり脅威のキンハー率を誇っているので、まあ、キンハー来るなら来月が一番濃厚なんじゃないかなっていうふうに思いますね。ということで、キングダムハーツ来るとしたらどんなツムが来るのかってところなんですけど、まずね、ペアツムに関しては、まあ、今月、ミッキー&ダッフィーが来てしまったので、おそらくね、来月もペアツムなしになると思います。来月はペアツムは来ないと思います。ペアツムはない、2ヶ月連続では来ないからね。ただ、今月、今年入ってからね、新しい概念であるセットツムは来るだろうということで、来るだろうっていうか、まあ、来る可能性はね、あるということで、まあ、可能性低いけどね、一応ね、予想しました。キングダムハーツセット、キングダムハーツセットがね、まあ、ワンチャンかな。まあ、可能性低いかな、でもこれは。まずね、キングダムハーツが来るっていう前提の上で、セットツムが来るかも、可能性があるっていう感じになってるので、まあ、ちょっとね、ただね、このキングダムハーツセットに関しては、肌色かぶりがね、ちょっと気になるんだよね。ちょっとこれが気になります。このツムに関しては。まず、空が肌色だし、陸も肌色だし、王様に関してもね、肌色がついちゃってるんで、ちょっとね、3体肌色かぶりしてるのはちょっと気になるねっていうところはあるんですけど、まあ、瀬戸詰めにするならね、このペアになるんじゃないかなと思います。可能性としてはね、まあ、低いかもしれないんですけど、まあ、今年の運営さんね、一味違うんですよ。まあ、10周年だからかなっていうのもあるんですけど、明らかにね、去年と比べてもね、共通の数だったりとか、あと、なんていうの、新しいことにね、すごい取り組もうっていう感じがすごいしてくるので、例えばね、5月にね、スターウォーズセットがね、こんな早々来ると思ってなかったからね、僕スターウォーズセットは、まあ言われてるけど、さすがにないだろうって思ってたからね、今年1月に、初めてカラフルミッキーのフレンズセットが来てたんで、さすがにセットツムないだろうと思ってたら、5月にセットツム来ちゃったんで、それならね、逆に、運営さん、キングダムハーツ Z、この年でね、10周年の月なんで、じゃあ10周年の年なんで、今年、つむつむ10周年の年に、キングダムハーツ Z を出してくる可能性も、まああるんじゃないかなとも思います。まあ、一応ね、可能性としてあるっていうだけなんですけど。はい。まあ、ということで、ね、キングダムハーツ Z、まあ、来るならこのペアになるんじゃないかなと思います。ちょっと肌色かぶりが気になるけどね。はい。で、その他、登場しそうなキャラクターが、キングダムハーツでもね、登場しそうなキャラクターは、まずね、まあ、13機関っていう、なんか、まあ、ヴィランズみたいなね、立ち位置のキャラクターたちがいるんですけど、そのキャラくらいしかね、残ってない気がする、キングダムハーツは。で、そのキャラの中でも、マールーシャとラクシーヌっていうのが、
割とね、あの存在感でかいっていうか、このナミネ、あの去年っていうか前回ね、ナミネとアクセルが登場したんで、まあ、忘却の城関係でね、まあ、マールーシャとラクシーヌ結構存在感あったんで、まあ、この2体ね来る可能性あるかなと思います。で、他にもねコメントでもかなり多かったのが、シオンですね。これシオンね、割とね、なんていうのかな、これ外伝ではないか、外伝キャラなのかな、わかんないけど外伝ではないね。なんか 3DS のね、3DS のキングダムハーツに登場したキャラクターで、一応ねキンハー3とかでもね、再登場とかしてるんですけど、シオンですね。これがね、ロクサスとアクセルとね一緒にまあいる仲いい子なんですけど、このシオンも割となんていうの言われてますね、コメントとかで。てかなんかね、あのナミネとアクセルが来る前からシオン来るんじゃないかってすごい言われてて、で結局来なかったので、まあ、今年こそね、今年っていうか、まあ、今回こそ、シオン来てくれたらいいかなと思います。まあ、今回キングダムアーツかどうかわかんないけどね。はい、ということで、まあ、キングダムアーツの中で来そうなキャラクターはこんな感じです。はい、続いて、来月がねツイステの場合もあるんですよ。まあ去年がね4月ツイステで9月ツイステだったんで、まあ、今年ももしかしたら4月ツイステでまたツイステが来る可能性もあります。運営さんねツイステ大好きなんで、めちゃくちゃ高頻度でツイステのツム出してくるんでね、ツイステの可能性全然あるかなと思います。でその中で、来そうなキャラクターとしては、まずハーツラビュルからね、ケイトとトレイ。もうハーツラビュル寮はめっちゃ言いづらい、ケイトとトレイしか残ってないです。てか多分寮生がね来ると思います。イベントのあの寮長ツムは全部出ちゃったので、もうとりあえず寮生のツムが出るかなと思います。ケイトとトレイで、まあサバナクローカーラギーとジャックで、あとは、ポムフィオーレ寮のねルーク出ちゃったんで、次エペルしか残ってないです。であと ねディアソムニア寮が残ってるんですけど、あとあれかイグニハイドのオルトもいるか、エペルとオルトですね。で多分ディアソムニア、ディアソムニア寮めっちゃ言いづらいのリリアとかはね、副寮長、リリアって副寮長だったっけ、リリアとかはね、またその次のコラボで来るんじゃないかなって予想します。ちょっとごめんね、見づらくなってるわ。あのディアソムニアはね、なんかねすごい後回しにされること多いので、もうそれがツムツムでもなるんじゃないかなということで、まあ新ツムはね、どっちにしろこの待って、ツイステのキャラ4体くらいが限界かなと思います。1月に来るならね、それで言うと、まあディアソムニアは後になるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、という感じです。ツイステに関してはそんな感じ。ただね、ちょっとねツイステのこの寮生のツムたちに関してはね、ちょっとね出る順番がよくわかんないというか、去年じゃない、今年の4月にジャミルとルークが一緒に来たので、それからちょっとよくわかんないなっていう感じがしますね。はい、あとねちょっと最後に補足として、多かった質問、ちょっとコメントがね、同じような質問のねコメントが割といただいてたので、それについて話していこうかなと思います。来月コラボだとすると、コラボ月が連続しすぎるのではっていうねコメントがね割とね、まあ、チャットとかでも結構いただいてました。2024年コラボした月が、まず4月のツイステ、そして5月のスターウォーズ、6月が置いて7月ダッフィー&フレンズ、8月はダッフィー&フレンズっていう感じで、ダッフィー&フレンズがそもそもね2連続できちゃってるっていうので、コラボ月来月コラボするんだとしたらちょっと連続しすぎちゃうんじゃないのっていうねコメントもあったんですけど、実はですね去年もっとやばかったんですよ。去年もっとやばくて、2023年、じゃじゃんめちゃくちゃコラボしてます。2月20世紀スタジオからローズ・ディーブ・ケイタ、タイタニックのコラボ、3月なんと、アバター、同じく2020世紀スタジオからのコラボ、4月ツイステ、5月スターウォーズ、6月マーベル、7月がインディー。まあ、これね、ちょっと微妙かなと思ったんですけど、一応ね、ルーカスフィルムってことで入れました。8月は、まあ、ディズニー100周年だったんですけど、これはね、まあ、ディズニーなんでコラボではないかなってことで、ちょっとハテナで置いてます。で、9月ツイステっていう感じで、去年ね、マジでめちゃくちゃコラボ三昧だったんですよ。まあ、9月以降はね、まあ、10月ヴィランズ、11月、あれね、エレガント系、で、12月、ジャッカンドサリーって感じで、まあ、ジャック&サリーが若干コラボかなっていう感じはするんだけど、まあ、これ以降はねコラボあんまなかったんですけど、去年はねとりあえずもうすごいコラボ続いてたんで、まあ、それ考えるとね、別に今月ね、今年来月にコラボが来てもねおかしくはないかなと思うので、まあ、これ考えるとね全然来月、まあ、キングダムハーツとかツイステとかでもおかしくないかなと思います。
はい、ということでね、ちょっとね、あとね、僕期待したいのがヴィランズですね。ヴィランズもね、ワンチャンあるかなと思ってます。まあ、ここでは1回しか来てないんですけど、ヴィランズもこの中だと割と可能性高いんじゃないかなと思うので、とりあえずね、9月に関してはね、コラボ率がすごく高いっていうことは、分かったかなと思います、これで。ということで、期待のね、キングダムハーツツイステ、おそらく、アップデートが来る段階でね、判明すると思います。アップデートが来たら、分かると思うので、まあ、アイコンが変わるんでね、多分コラボだった場合。ただね、ちょっとね、どうかな、コラボだとしても、アイコン変わんない場合もあるんでね、普通にノーマルアイコンだけど、一応コラボがのツムが来るっていう場合もあるので、まあ確定ではないんだけどねコラボが来るからアイコンが確定で変わるってわけではないんですけど、まあ、一応ね、アイコンが変わったら、もうそこでね、どんなツムが来るのかっていうのが大体わかることが多いので、とりあえずね、アップデート気長に待とうかなと思います。ということで、今回は9月の新ツムを予想していきますっていう動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。ぜひね、こんなコメント、ことでこんな予想ありますよっていうのがあったら、ぜひね、コメントでよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。